エトワール外線門は、フランスパリのシャンゼリゼ通りの生誕、シャルル・ド・ゴール広場にある外線門である。パリはもとより、フランス全土の象徴的な建造物の一つで、単に外線門といえばこのエトワール外線門を指すことも多く、世界、シャンゼリゼ通りの地下入り口から地下道を通って近づける。料金を払い、螺旋階段を上まで登ることもできる。 エレベーターもあり、基本的に体の不自由な人のために使われているが、1 2階の美術館や、お土産ブティックの木座橋までしか登れず、屋上のテラスまでのエレベーターはない。エトワール広場に集まる12本の放射状道路、この外線門を中心に、シャンゼリゼ通りをはじめ、12本の通りが、放射状に伸びておりその形が、地図上で光り輝く、星イコールエトワールのように見えるので、 この広場は、星の広場ラプレース・でエル・エトワールと呼ばれていた。そのため、エトワール広場の外旋門の意味の、アーク・でトリオフ・デ・エル・エトワールとの正式名称がある。ただし、現在この広場は、シャルル・ド・ゴール広場、プレイス・チャールズ・でゴールと、名称が変更になっている。なお、外旋門、アーク・でトリオフの直訳が、戦勝のアーチであることでもわかるように、 外旋門自体は戦勝記念碑である。そのため、外旋門はパリだけでもカルーゼル門、サンドニモン、サン、マルタン門など多数存在する。ちなみに、シャンゼリゼ通りとこのエトワール外旋門の延長線上のラデファンスには、新外旋門グランダルシュがあるが、これは戦勝記念碑ではないので、正式名称にトリオフがついていない。すなわち、外旋門ではない。 しかし、シャンゼリゼ通りの都市軸上にあるカルーゼル外線門、エトワール外線門に続く第3番目の門であるとの認識があるため、フランスの国の標語であるリベルテ、エイガリデ、フラテアニーテからラグランであるシュデラフラテアニーテとの正式名称を持つ。なお、日本では外線門がエトワール外線門を示す固有名詞として扱われがちであるため、実際は 外旋門ではない、このグランダル州まで、新外旋門と称されることが多い。古代ギリシア、古代ローマを模範とする新古典主義建築の代表作である。エトワール外旋門エトワール外旋門の、一エトワール外旋門は、前年のアウステルリッツの戦いに勝利した記念2806年、ナポレオン・ボナパルトの命によって建設が始まった。ルイ・フィリップの7月王政時代。 1836年に完成した。建設中には様々な政治的変遷とプロジェクトを率いる建築家の権力闘争の影響を受けた。1830年7月、数日間のうちに起こった革命の後に大いについた、ルイ・フィリップは革命軍に軍隊の過去の歴史を思い出させ、また訂正支持者への配慮に努めた。 記念建造物が捧げられる対象は変更され、崇拝の目的は革命軍と帝政の軍隊の栄光を称えるものとなった。なおナポレオンは外戦門が完成する前にすでに死去しており、彼がこの門をくぐったのは1840年にパリに改装された時だった。その後1885年のビクトル・ユーゴー国葬における遺体安置。 あるいは1919 19年7月14日の第一次世界大戦の同盟国の勝利のパレードなど国家の歴史的な出来事を取り行う場所として機能した。古代ローマの外戦門に版を取ったもので新古典主義の代表作の一つ。江戸はある外戦門の下には第一次世界大戦の無名戦士の墓や多くの記念のプレートが埋め込まれ、 フランスのために亡くなった兵士たちを記念している。1870年9月4日の共和国宣言プレート1918年のアルザスロレーヌ地方のフランスへの帰属プレート1939から1945年の大戦で戦死した兵士の記念プレート1940年6月18日のシャルルド・ゴール将軍の演説記念プレート1940年11月11日。 ドイツ軍占領下の学生デモで亡くなった学生の記念プレートインドシナ戦争記念プレートアルジェリア戦争記念プレート朝鮮戦争記念プレート第二次世界大戦ではナチスドイツのパリ占領に際してハーケンクロイツが掲げられドイツ軍兵士が外戦した。ありがとうございます。